関西の地方創生を研究しているバイタル研究所。毎月3週目は京都を盛り上げるキララさんがプロデュースするキラリ京都人。テーマはズバリ御子知新、古都京都の歴史文化を学ぶ30分。研究所所長はメディアプロデューサーのミスター琵琶湖優さんこと川本優。助手は高木七海ことナナミックス。アドバイザーは KFJ 代表古久保キララ。さあ今夜はどんな学びがあるのでしょう。優さんの琵琶湖バイタル研究所スタート。さあ、ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所所長のゆうさんこと川本ゆうです。そして右手に元気左手に勇気、せーの、ナナミックスこと高木ナナミが受賞させていただきます。はい、よろしくお願いします。さあ、キラリ京都人、この人を忘れてはいけません。バイタルリーダーは古久保キララさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, しお願いします。そしてはんなりこまち、自己紹介。はい、はい、こんにちは、ラクラコ、あなたのハートにあざと可愛くズッキュン、はんなりこまちのあざとかわいい担当、さくらこうです。はい、千里の道も一歩から、春は出会いの季節、千里と出会ってくれてありがとう。はんなりこまち一の個性派がある千里です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう、キララさん慣れてきたね、これ。そうですね、もうこの、僕も覚えました、この挨拶。さあ、キララさん、今出てましたが、出会いの季節でもありますが、はい、春はお別れの季節、はい、卒業の季節でもあります、はい、キララさんがこの番組をこの3月で卒業されるということですね。まあでも、これが新たな生まれ変わりということになりますよね。そうですね、うん、もうこう1年間一緒にやらせていただいて、うん、非常に勉強にもなりましたし、はい、で自分自身もなんか、あ、こういうことやっていくことすごい大事だなとか、うんうんうん、いろんなことを考えて、る1年間でした、うん。まあ、コロナ禍と、ね、一緒の1年でしたけども。そうでも、こういうやりにくい、ね、ご時世ではあるものの、キララさんの京都の人脈の広さっていうのは改めてこの番組でなんかすごい思い知ったなと思うので、はい、まあ、これからもいろいろバイタル研究所とはいろいろコラボしていく、はい、ということですから、はい。琵琶湖バイタル研究所3週目のキラリ京都人。さあ、ということで今日はキララさんのキラリ京都人をちょっと振り返ってみたいと思うんですね、はい。約1年間、そうですね、ね、はい、いろんな方が出演してきました。そしてなぜかはんなりこまちがもうスルーッとこの座に座っておりますね。やっぱり、ね、はんなりこまちのこの子たちの出会いでね、やっぱ大きいのはやっぱり京都コレクション、京都コレクションさんの、ね、うん、あのロケを行かせてもらって、やっぱりこの大変な時期でも京都の中でイベントしようっていう、そういう気持ちも僕らはすごく嬉しかったですし、まあ、そこで頑張ってる人たちと一緒に何かやれないか、まあ、その中に京都コレクションの中にこのはんなりこまちご当地アイドルというのがいて、まあ、そこで頑張る彼女たちもなかなか発表の場がない、はい、そんな中でこうやって一緒にじゃあテレビでもやってみようみたいな形で一緒にやれたのが、やっぱり僕は京都コレクションさんの、ね、出会いが一番大きいのかなと。いや、まあ、キララさんにとってはその、まあ、コロナ禍で、ね、はい、イベントをやるっていうのに批判の声もある中で、もちろん、ね、ありますね、はい、でもやったから出会えた。そうですね、やっぱりなんかアクション先頭次ってないいうことですよね。そうですね、でないと知る由もありませんし、どのぐらいのことができる子たちなのかもわからないし、でもそこで出会わせてもらって、もこういう機会を与えていただいて、はい、一緒に何かやり始めることによって、うん、やっぱ彼女たちの活動の場も増えますし、うん、僕らもなんか新たな勉強ができたりします、ね。いや、イベントがなかったら生まれてなかったでしょうからね。そういう意味ではどうなの、うん、はい、やっぱり私たちもこのこういう出会いがあって、うん、本当にいろんな経験をさせてもらいましたし、うん、その改めて京都の良さも知ることができて、うん、やっぱり発信をすることの大切さ、そして、うん、それをこう地方創生につなげていくことの大事さも学べたなと思うので、うん、本当に出会えてよかったなって思います。はい、嬉しいコメントやな。地方創生のことなんかこれっぽっちも考えてないけどよう、そんなコメントできるな。成長したんですよ。千里ちゃん、どうですか。はい、私はやっぱりこの番組 の、 そのコンセプトである地方創生ももちろんそうなんですけれども、うん、こう京都であったり、うん、見てくれてる人であったりをこう楽しくさせる、うん、盛り上げるそのエンターテイナーとして
の学びをたくさんいただいて、なんか本当にこの出会いによって立たせていただいている、出させていただいているところでありますけれども、ありがたいなって思いますね。テレビ初出演やもんな。最初びっくりしたよね、こういうスタジオとかも。なあ、どん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 なんか堂々としだしてズボラになってきてね、ネタとかも考えるようになりました。平原さん、まあ、いろんな方が本当コメンテーターとして、そうですね、なんか賑わせてくれました。やっぱりあの僕自身京都商工会議所青年部っていうところで活動させていただいてて、まあ、あの過去に会長とかさせていただく経験がありまして、はい、その後やっぱりあの後輩たちがどんどんそういうお役を受けていく、まあ、そういうメンバーのね、活動なんかも、ね、知ってもらえたらということで、多分あの僕以降の歴代会長さんというのは、京都商工会議所青年部の歴代会長さんというのも多分ずっと出させていただいたと思うんですけども、ね、やっぱみんな、ね、すごいリーダーシップを持ってて、ですごい個性を持ってますんで、いや本当本当、徳山君だけが、ね、ちょっと声聞き取りづらいところあったかもしれないですけど、あと、ね、松下会長のね、慎吾さんのね、はい、キャラの悩み具合、はい、最後まで定まらんかったっていうのはありますけど、ね、そういうなんか個性豊かな後輩たちと一緒にね、こうやって参加させてもらえて、少しでもね我々が京都でやってる活動を知ってもらえたらいいなという気持ちでね、一年やってきました。まさにきらり京都人、京都の人が輝いてるっていう方が本当たくさん出てくれました。そしていろんなところにロケ行きました。はなりこ町桜子はどういうところが印象残ってますか。はい、私は初めてロケに行かせていただいたあのマリマノちゃんがフランスから来てくださった回、あれがやっぱり印象深くて、まあ、自分の成長も感じますし、その異文化交流ということで、このコロナ禍っていう厳しい時代ではあるんですけども、やっぱこのフランスから来てくださった2人と一緒にやっぱ京都の魅力をもう一回こう清水焼きしたりとか、でこう再発見していくっていうのがすごく楽しかったし、思い出に残っております。あの清水焼きなんかやっぱり我々すぐ近くにあるけど、フランスの方から見たらすごいんでしょうね。もちろんね、あの帰国されてからも写真で、あのちゃんと使ってる姿とかね、送ってくれる可愛い子たちなんですよ。嬉しくなります。キララさんも力入ってロケバス、でかいロケバス、あんなでかいロケバス見たことない、はい、中ガラガラでしたねさあ千里ちゃんは何を。10月ロケ自体は10月にさせていただいた、琵琶湖グラスターさんでのロケがすごく印象に残ってます。 あれはもう仕事とは思えないロケでしたね。いやもう仕事、これ仕事かなみたいなめちゃめちゃ楽しかったし、なんか10月の8日ロケだったんですけど、はい、10月寒いかなと思ったのに、めちゃめちゃあったかい日で、本当にお天道様にも恵まれて、幸せな経験させていただいてもうなんか京都の魅力発信やけど、今回琵琶湖行かせていただいて、私大阪から遠いんですけども、なんか遠くの存在やったんですけれども、なんかすごく身近に感じれるいい機会になったなって印象に残ってます、はい、あれは本当琵琶湖の良さも出てましたし、そうですね、なんか仲間の楽しそうな、テレビってオンエアって言って空気を伝える、そういう意味ではあの空気感っていうのは急にはできませんもんね。そうですね、あのもちろん、はなりこ町の2人もトップシークレットもそうですし、またあのトップシークレットが仲良くしてる後輩の、滋賀県のね、はい、住みます芸人のメンバーも来てくれたりとかして、やっぱメンバー間の和気あいあいもありますし、またあのグラスターさん、あそこもまたこあの後輩が頑張ってやってるところなんですけども、やっぱりあのロケハン行かしてもらった時からすごく丁寧に、説明してもらって、僕ら多分裏方もね、みんな気分よく楽しく行けた、まあ、そういうロケでした ね、それが出てましたから、もうあのオンエアで入りきらへん分また次の週になってなんかついつい、ね、見てる方が中に入りたくなるような、そうやね、なんかテレビっていうのは本当あの輪の中に入りたいっていかに思わせるかっていうところありますから ね、そうですね、あとはやっぱりね、きらり京都人で忘れてはいけないのがやっぱりトップシークレットですよ、非常によく、ロケに頑張ってくれてリーダーシップ発揮してくれました、はい、あの2人ともね、この1年間ずっと一緒にやらせてもらって、でやっぱりあの面白いのがやっぱりあの、やっぱ友がねネタも全部考えてやって、友とマッサージっていうのを見て、マッサージがなんか絵をね、こちょこちょ描いてるのをちらっと見て、ちょっと一回手お題与えるから描いてみてって言ってこう描かしてみたところから、マッサージ画伯のシリーズが始まったりとかね、どんどん進化していきますもんね、はい、もう最後のひよこは驚くべきクオリティになってましたからね、
だまあ一芸人さんの成長っていうのもこのバイタルでキララさん見れたんじゃないですか。そうですよね、なんかそういうのがね、どんどん見れる番組ってね、どんどんこれからもやりたいですよね、うん、そうですね。ということで今回もロケに来させていただいております、はい、トップシークレットトマトマサジです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、さあ、はい、今月からレギュラーでございますよ。やったー。やったーやね。やりました。タマルさんに、本日お越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。逆に今お客様がもしゼロになっても、はい、怖くもなんともない。あ、だってまたゼロから集められるもん。店長、国府さん、はい、国府安井さん、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。安さんお願いします。安さんメガネメガネなるからなんか違う。違うソースやなこれ。ソースやな。辛い。あそこから。辛い。いやこれね、実はドッキリでして。うん、あそうなの。実はこれにデスソースっていう骸骨の借りたもうむちゃくちゃもう一滴舐めるだけでも10分ぐらいしびれが続くソースが入ってます。何ぼほどか。鳥山浮地の鳥山たけし社長に来ていただいております。やったー。さあこちらはどんなお店なんでしょうか。はいはい、うちはもともと漬物屋でございまして、ほうほう、はい、漬物屋で私3代目なんですが、はいはい、今では現在この唐揚げと、はい、お弁当、もともと漬物屋やったんでしょ、はい、そうなんです。なぜその唐揚げしようと思ったんですか。はい、いかんせん名前がね、はい、うち鳥山言いました。はいはい、一番鳥に近い本流語で。それがその理由で。どんな理由な。もともと理由はもうそれしかない。さあ、西村兄弟着物店の、広和さんと水穂さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。先入観を持って仕事をするんじゃなくて、いろんなこう新しい発想とか意見っていうのは知らない方が出てきたりするんで、やっぱり今のね、若い方と僕も接してて思うのは面白いなと、ほんまに思うんですよね。この地域創生、ね、この京阪神のね、うん、盛り上がり、ロケ行かせてください。今喋っとったんやけど。すっごいタイミングで入ってきたね。違うのよ。スタジオからなんとしんこさん飛び出してきました。うわーやったー。ところによると私ロケの方が爪痕残せるというね。うわ前に出るし、るらしいですよ。やばいな。もうすごい。いやでも初めてなんで楽しみです、うん、めちゃくちゃ。あ楽しみ。小川沙羅です、よろしくお願いします。はい、沙羅ちゃんです、お願いします。お願いします。すごいくない、色の白い感じ。色白い、いいですね。びっくりする。ちょっとよ、あきくん。はい、なんでしょう。みんなにイケメンのかぐやさんいるって言って連れてきたのに、はい、めっちゃ太ってるやん。おいしい、いただきます。うん。憧れの昆布締めでございます。おいしいです。小一の作文。何？なんかおる。え？なんかおる。奥になんかおる。あら！今日ロケあるの知ってて来た。いやいや知らないですって。全然。これで爪痕残しに来た。でも何？逆に。いやちょっと待って。俺らが悪者になってるから今その感じ出されたら。次まだあんねん。三軒目が。三軒目。東京。お。東京。いや俺らは行ける。あ、行かへん。だから東京はちょっとみそのさんにお任せします。みそのやでということで。めちゃかっこいいよ。イケメンでしょ。お似合いじゃん。もうあつしに紹介する。すぐで下の毛を誰か先生です。先生秀樹先生がアハハハハハハ大失敗ということでございます。リビオだけでなくやっぱりどんなことも必ず上手になりますし、必ず前に進めると思ってるんですね、うん、だからやはり諦めないっていうか、そういうことがすごく大事だというふうに思いますね、はいはい、ということでね、本日もロケに来させていただきました、はい、トップシークレットです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って味噌の屋で。近い水回りが本当に、いやそう、はい、めっちゃうまかったですよね、はい、見た見たし、奥の何なら入ってきたから。
手にさっぱりしてきてる。ほんまに広いもんね。いい感じ。めっちゃいい。はい、広い広い。おおいい感じ。おおいいやん。また明日になったら起こして。いや、誰おお月おとんか、お前はじめまして、京都でご当地アイドルしてます。はんなりこまちの桜子です。おっとりの平和主義さんです。よろしくお願いします。かわいい。かわいいわ。かわいい。ちょっと待って。平和主義さんって何？あのマジシャンみたいな、マジシャンみたいな言い方してる。平和主義は平和主義やで。自分らかわいい。なんか周りの人にも伝わってるから、ね、いい人が寄ってくるんじゃないかなと思うんですよ。うん、もっと言うて、社訓が、苦労はするな、努力しろなんですよ。いう言葉でもなんか、苦労はやらされたこと、うん、いや、まあ、うちの方の解釈なんですけど、はい、で努力っていうのは自分からやったこと。ロケバス呼んできてる。うわぁ、やったー。待って、桜子ちゃん来たから。いや、桜子じゃロケバスは来ん。絶対怖くないよね。自己紹介してもらえる。こんにちは、はじめまして。イマージのマリウスです。はい、3歳です。イマージのマナムです。今日は普段純の玉に使っている玉でですね、ブレスレットを選ごうと思っております。はい、これを使いたいなと。お前ストリートファイターの豪気か、それ。こうやって進めて。はい、出してみましょう。マリウスはこれ何作ったの？お鍋でも飲めると食べれる中。あ、お鍋で、ほんでそれでも食べれるみたいな感じにした。はい、蓋も作った。蓋付き。マナンはコップ、コップ、かわいいね。上手やったもんな。うん、すごい。前に、はい、どうでしょう。皆さんの力作が。わさびやです。辛いで。食べれるの。わさびだけ食べるの。辛いやろ。辛い。わさびだけ食べたらそうなるよね。めっちゃ辛い。めっちゃ辛い。どう？いける？いける。おい、いけんの？あ、いや、辛い。はんなりこまちの元気印、ツッコミ担当、スマイルメーカーのアルです。よろしくお願いします。はい、アルちゃんね。はい、千里の道も一歩から、オリジナル曲に自分の名前が入っている、はんなりこまち一の個性派、千里です。よろしくお願いします。はじめまして、ニューワールドへようこそ。はんなりこまちの餃子チェンヌ、昨日二十歳になったミュウです。よろしくお願いします。ミス京都になったらどんな活動をしたいですか？京都だけではなく、全国にやっぱり京都の良さを伝えていきたいので、はい、ということで、私たちはんなりこまちが京都コレクションに出演するミス京都ファイナリストの皆様に意気込みを聞いてきました。皆さん綺麗でしたね。お前何してたの？一日ずっと。え、ちゃんと勉強もしてきたよ。何の勉強よ。で、メイクも体験してたし。何にその顔。お前それ、はい、そのってガスコンで行く、珍しいよ。珍しい。ガスコンで行く。まあ、ええけどガスコンで行く。豪快やな、この子。行ったな。うん。あー、せーの。はんなりー。もういい。京都を飛び出して琵琶湖に来ております。やったー。めちゃくちゃ水きれい。うわすごい。ちょっと触ってみよう。お前すごい。うわ最悪や。まだ入れるよね。ちょっと今日ロケ？ロケ今日やった？今日そうです。聞いてないよ、何も。待って、たまたまでそのマスクしてることある？はい、僕後輩なんで、うん、先輩なんで、押しますね。あ、僕も押します。押します、押します、押します、ね、押します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 。いや、そのまんまどうぞ、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 どうということで、
い、本日京都コレクション当日でございます。やったー。じゃあこれに向けてなんかちょっとこんなんしたよみたいなのとかありますか？いっぱいした。いっぱいした。スポンサーさんのリスト。ここにしたの。特別ゲストの杉本彩さんに来ていただいております。お願いいたします。お願いいたします。中村静香さんに来ていただいております。すごい。顔ちっちゃ。ちっちゃ。静香ちっちゃ。静香っていうんだ。緊張してますみんな。え、してる。そしてグランプリは三木有沙さんでした。古久保子様お願いいたします。グランプリを取りましていいですね。イベントに来させていただいてまして、はいはい、どんなイベントかといったらね、はい、京都の文化とか伝統とか、うん、まあ、演劇とかを楽しむ舞台なんですけど、うん、そちらを今日僕らは取材するんですよ。テーマがね 3R っていうね、再生していったり、もう無駄をなくすようなことでやってるんですよ。だから全てアクセサリーも髪の毛なんですよ。髪の毛をアクセサリーにして、いや無駄にしないみたいな感じで、すごい。私は最初はあのバーシークレットから始まってこのキラリ京都人に参加させていただくことになったんですけど、本当にあの清水の方のロケに行ったりとか琵琶湖のロケに行ったりとか、あとはスタジオで小ネタを挟んだりとか、いろんなことを経験させてもらって成長できたかなと思います。でこのテレビもこのイブさんの琵琶湖バイタル研究所の中で桜子のあずとかわいいキャラが待って、キャラじゃないんですけど、これ天然なんですけど、まあ、あざと可愛さがもう存分に出せたかなって思うので、本当にこの番組に出れてよかったなって思ってます。大好きです。せんちゃんはどうでしたか？ありがとう。私もさくちゃんが言ってたように本当にいろんな経験をさせてもらって成長できたなっていうのが一番の感想です。それにあのこう撮影をするたんびに違う共演者様であったりとか、あとはこうスタジオ収録するときにお会いする方であったりとか、本当にいろんな方と出会うことができて、その出会い、人と人とのつながりっていうのも大きく感じることができたなっていう、そういう番組だったなというふうに思います。さらにですね、こうロケの内容ですごく学びがあって、例えばこう美容のことであったりとか、その文化のことであったりとか、あの温故知新っていうテーマでやってましたけれども、そういう学びがあったのも本当にこの番組の素晴らしいところだなというふうに思います。そしてこうして今ここでこうやって喋らせてもらってること、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
ございました。何か言い残したことないですか？ああちょっと私本当に言い残したことっていうか卒業って形になるじゃないですか。ちょっとそれが本当にもう悲しくて皆さんのことが思い出したらちょっと悲しくて泣いてるそのきれいバレた先生。じゃあちょっとけんちゃんにそうですね、やっぱりこういっぱい思い入れもある半年間でした。たくさんの経験させていただいて本当に卒業ということを考えます。本当にポンド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 、え、ここポンドやけど。ということで、せーの、ちゃっかりこまちでーす。ということで、きらり京都人はですね、卒業させていただきますが、これからもゆうさんの琵琶湖バイタル研究所よろしくお願いします。お願いします。これからはですね、毎週金曜深夜2時30分から真夜中のシークレット学園という番組に私たちはお引越しさせていただきます。これからも、ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所と土台番組だと思っていただいて応援の方よろしくお願いします。まあ、今回できらり京都人は最後になるんですが、まあ、バイタル研究所から派生してまたきららさんが新しいことをするっていうのを本当応援したいと思います。ありがとうございます、はい、これからもやっぱりあの滋賀と京都タッグを組まなきませんからね、はい、もうぜひあのコラボとかも、ね、させていただきたいなと思いますし、ね、よろしくお願いします。お願いします。さあきららさん、地方創生きららさんはどう考えておられますか？はい、うん、やっぱりこの琵琶湖バイタル研究所自体が掲げてはるところにすごく共感したんですけど、はい、やっぱりあの地方創生ね、うん、僕らが考えるときにやっぱり京都の僕は京都ですから京都の人が何かやらない限り、はい、その例えば何か大きいものを持ってきても、うん、全部が東京から来て、うん、全部が東京 で結局予算があるけど全部東京は持っていくっていうのをやっても、うん、地方は全然疲弊していくだけですから、うん、やっぱり京都の人がやる、うん、で京都の、ね、事業所が全部その仕事を受けていける、うん、なんかそういう活動を、ね、しっかりしていきたいなと思います、うんうん、ね、やっぱり人ですね。あ、そうですよ、ね、ふるさとを愛してくれている人がどれだけいるかで地方創生は決まっていくんじゃないかっていうのをまた新たにきらり京都人で教えられたかなと思います。きららさんこれからもじゃあ頑張っていただきたいと思います、はい、そして一緒に頑張りましょう、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。さあ琵琶湖バイタル研究所4月からは多少衣替えをして皆さんにお届けしたいと思います。それではまた来週です。